混乱の時代の新たなる秩序、我らフロシャイムの使命は世界征服。しかしその前に目障りな奴が。そう、我らが宿敵サンレッド。サンレッド、お任せください、バンプシオーブ。お前は数時間後に私の爪は奴の血で赤く染まっていることでしょう。ありがとうございました。腹減った、大盛りにすればよかったな。司令サンレッド、ヘルメまた会ったな、サンレッド。新たな怪人を紹介しよう。我が名はドルゴ。私の爪は間もなく貴様の血で赤く。オーラだ。ドルゴン君、鼻血が、本当に何度いやわかんだてめえら。はあ、セナドフや、いい加減俺に構うなって言ってんだろ。いや、私たちは悪の組織で、レッドさんは正義の味方で。悪の組織が正義の味方を倒そうとするのは常識ですし。常識だこら、悪の組織が常識語ってんじゃねえよ。やるならやるで、タイミング考えろ。空気読め、空気。もう分かりました。ったく反省しろ。はい。もう行っても。もういいよ。ありがとうございました。スター、スター、うるせえよ。ねえ、みんな大丈夫？はい。ちょっと待て。牛丼特盛買ってこい。小学生、中学生の皆さん、ただいまの時刻は、牛丼特盛のお客様。七味はいらないんで、生姜2つもらえます？バンプ様、私細かいのありますよ。いいよ、もう1万円崩したいから。私、天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。なあ、モナカってさ、受け身のお菓子だと思わねえか。基本的にデパ地下とかでご贈答のきっかけを待ってるだけでさ、ポテトチップやガムみたいに大々的にスーパーに打って出ようって気はねえのかな。知らねえよ。なあ。ダメよ。なあって。ダメだって。もうお小遣いなら昨日あげたでしょ。あれどうしたの。かよこがどっか出かけてこいって言うからさ。言うから。だからちょっと時間潰してくるからさ。何、もしかしてもうお小遣い使っちゃったの。だって CR 江戸の花嫁がよ。もうパチンコ以外することないの。んだよ。あ、なんだこれ。背景、天体戦士サンレッド様、新茶が美味しい季節になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。さて、本日は決闘の日時のお知らせをお送りさせていただきたく思い。でもあれですね、今日雨降るって言ってましたけど、一日持ちましたね、天気。え、雨降るって言ってました？うん、TVK の天気予報で。どうでもいいんだよそんなこと。お待たせしました。これコーヒーです。てめえ、微糖買ってこいって言っただろうが。お前ら揃いも揃って俺のことバカにしてんのか。すいません、彼一般戦闘員なもんで。そういうこと言ってんじゃねえよ。ちょっとイチゴ君、悪いけど今度は気に入ってきてくれる。はい、後で立て替えるから。つーか、いつまで待たせんだよ。おい、あ、いや、今すぐ買いに行かせますんで。微糖。違うだろ、コーヒーなんかどうでもいいんだよ。こんなものわざわざうちのポストに突っ込んで呼び出したのはてめえらだろうが。いや、レッドさんの電話番号をお伺いしなかったので。そういう問題じゃねえだろう。何当日呼び出してんだよ。すいません、呼んだ子が当日までバイトのシフトがわからない子だったもんで。で、当の本人が遅刻か。いつまで待たせんだ。いつもお前らこんなじゃねえか。
いや、彼のバイト先に電話しましたら、もう上がったとは言ってましたので、もうすぐ。ふざけんなよ。いい加減な、てめえらに俺の貴重な時間を。もしかしてレッドさん、今日はお忙しかったですか。てめえ、今日はお忙しかったってなんだ。まるで俺がいつも暇してるみたいな言い草じゃねえか。いやいや、そういう意味で言ったんじゃ。すいません。遅れちゃってすいません。ちょっとジェノラ君、何してたの。もう本当すいません。バイトは定時に上がったんですけど、帰り際にバイトの対応についてお客様からクレームがあったらしくて、僕に対してではなかったんですが、そのミーティング途中で抜け出せる雰囲気じゃなかったもんで。あるよね、そういう雰囲気。ほらレッドさん待たしちゃってるから、かなり。はい。レッドさん、本当に今日はすいませんでした。微糖買ってきました。いちごいちご、ジェノラ君来たから準備して。ほら、いいいい。はい、行くよ。はい、できるか。この間の抜けた状況で俺にどういうテンションで戦えってんだよ。でも、おい、帰る。いや、ほらジェノラ君。はい、死ねえサンレッド。ほっか。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。遅い、いつまでパチンコやってんのよあいつ。ラップしとこっかな。ちょっと古新聞捨てたいんだけど、あれ持ってきて。あれ、ほらあれ、何か縛るもの。縛るものってこれでいいか。ありがとう。お前押さえとけ、俺やるから。頼むし。うるせえ。サンレッドとカヨコ、仲のいい時二人の間で紐という言葉は意図的に避けられている。神奈川県川崎市に住む悪の軍団フロシャイム、今日も奴らが動き出した。あ、こんにちは、おばあちゃん。こんにちは、いいお天気で。本当にね。お出かけですか。ええ、ちょっと怪人のところまで。ダメ？いないみたいですね。なんか新聞も何日も取り込んでないし。新聞受けに入らなくなってますもんね。しょうがない、帰ろっか。あ、ゴンピ様。アーマータイガー君、どうしたんですか。で、どうしたもこうしたもないよ。って何この部屋。ほう、これが仮にもアーマータイガーの部屋。ホンダは強いぞ、アーマータイガー。タイガーラリアット。弁当の食べた後とか、カップ麺の殻とか、このペットボトルもいつの。ほう、このトゲトゲもちゃんとしまっとかないと踏んじゃうよ。もうすごいパワーだ、アーマータイガー。タイガークロー。シーツも皮脂で真っ黒じゃん。うわ、いつから洗ってないの。バッハのスピード、アーマータイガー。タイガークラー。流しも洗い物が溜まってて、なんか白い筋がいっぱいついてるし、もうしっかりしてよタイガーサッポー。すいません。デスランスも使わなくなったお父さんの釣り竿と同じ扱いだし。ここさ、お風呂ないみたいだけど、ちゃんと銭湯行ってんの。クイーンシャワーはたまに行きますけど。あ、でもちゃんと体は拭いてます。ガミチ、なんかもうアーマータイガーじゃないもんね。もうランニングトランクスタイガーだもんね。うちにいるときは気さくな方向で。うっす。いや、あ、何の音。隣の人です。うるさいとよくどんどんやるんす。ここ壁薄いっすから、押し入れの壁なんか微妙に隙間空いちゃってますから。隣より先に寝ると光が漏れてきますし、隣がカレーだと確実に分かります。ご迷惑そうだから外で話そうね。だから近所付き合いは大切なの。お互いのことを知ってればちょっとのことじゃ腹も立たないし。はあ、それで今日は。もう明日レッドさんと対決だからさ、今日打ち合わせしようって言ったでしょ。あ、忘れてました。決闘は忘れないでよ。2時30分。洋風船のお客様は。あ、はいはい、私です。あいつら呼び出しといて来やしねえじゃねえか。な、何してるの、アーマータイガー君。よし、アーマータイガーです。よし、お、ワンプ様。
決闘忘れてた。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の戦いの物語である。